スカウラネースはアイスランドの自然保護区である。保護区自体及び運営事務所は個人の所有である。保護区の巡回などはオーラフルとアイスランド国内外からの多くの協力者により行われている。スカウラネース自然史跡センタースカウラネース自然保護区はセージスフィオルズル村の東約1 7トルのところにある。保護区の面積は 約1250ヘクタールである。保護区の北と東は海、南と西は保護区内と同様の土地が続いている。全体的に山間部の様子で保護区南部の標高945メートルの両線部から北の海に向かって勾配になっている。北の海岸線は氷河、聖ジスフィオルズルの南岸である。保護区東部の海岸線は険しい崖になっており、 高いところでは600メートルある。保護区内には以下のような地勢があり、様々な生物の生息する様子が見られる。これらに生息を可能にするために行われる様々な工夫を見ることができる。保護区には150種の植物、47種の鳥類、4種類のアイスランド固有の哺乳類が見られる。保護区においては長期的な活動がいくつか行われている。アイスランドは 島内の随所に芝生を使って何らかの区域、境界を示したり、建築物の一部としているところがある。スカウラネースはその自然保護の重要性に比べると、目立つ景観ではないため、芝生を使って保護区の境界を示している。境界の構築にあたっては、まず芝生を二重線のように二列に並べ、その間に土壌を敷く。そして、芝生を、例えばブロック塀のブロックのように重ね、 ところどころ二重線をまたいでつなぐ。これにより、上部の芝生を大きくすることができる。観光資源としての価値を維持するためには、散策路の整備は必須であるが、現在は散策路の企画策定を行って、見学者の多い地域において一部の整備を始めた段階である。保護区中の111ヘクタールについて、森林再生計画を策定している。主に、カバ、 七カマド、ヤナギなどのアイスランド固有種を植林する予定であり、いくつかの植林方法を試験中である。対象としている区域のうち最も広いところは、森林とそれ付随する植物症の痕跡が散在しているところである。かつてアイスランドに土壌の侵食を防ぐ目的で、ルピナス属の植物が外から持ち込まれた。 ルピナスは露出した土壌でもよく育ったが繁殖力が強いためにアイスランド固有の種の繁殖を圧迫しており保護区内でもルピナスの繁殖している区域では生物多様性が大きく低下していることが観察されている。スカウラネースにおいてはスコットランドで発案された異質味の壁によりルピナス属の繁殖範囲を制限する方法が取られており場合によっては駆除している。 事務所の周囲では、持続可能性を探るための試験的な農業が行われており、野菜の栽培、鶏及び豚の飼育などが行われている。スカウラネースの活動のうち、保護区内の観測調査は重要なものと位置づけられており、多くのスタッフやボランティアにより、毎年、野鳥や植生の観察が行われている。スカウラネース保護区の事務所の設立時から、 環境保護及び持続可能性を持つ観光資源としての運営と並んで研究も活動の中心に据えられている。保護区は将来的に教育や紹介活動を行うための学術的な基金を設立する目的を持って設置された。現在はヨーロッパの人材交流グループや大学のコースに加え多くのボランティアグループなどとの共同プロジェクトを運営しているが、 保護区事務局の方針として、どれか特定のプロジェクトが支配的になってしまわないようになっている。現在進行中のプロジェクトには以下のようなものを対象にしている。また保護区では保護区に関する研究活動の支援を行っている。それには宿泊施設の利用、食事などが含まれ、プロジェクトの内容に合わせて支援の内容が考慮される。事務所には以下のような 継続した活動ができるような施設が設置されている。確実的な価値とともに、スカウラネースには美しい自然があり、観光資源にもなりうる。保護区は1927年に設置されたが、1960年代に廃止状態になり、2007年の冬のシーズンを使って復元、再開された。保護区内での活動を可能にするための設備が整えられ、 4つの宿泊室にはそれぞれ風景を楽しめる独立したバルコニーがある。事務所には蒸気に加えて夕方から暖書を楽しめる焚き木ストーブ、入浴設備、サウナなどがある。また、宿泊客は広い温室で食事をとることもできる。食事はおおよそ地元の素材で作られる伝統料理であり、時折現代風のメニューが提供される。地元素材としては新鮮な魚介類、 アイスランド産のラム肉、トナカイなどがある。また、アイスランドの伝統製法による魚の燻製もある。保護区のスタッフによって、ガイドツアー及び四輪駆動車による見学ができる。ありがとうございます。